この時間ザ・ゲストショーと題しまして、ゲストと一緒に笑いをお届けしていきたいと思います。2時台のゲストでございます。この方でございます。あへあへ出た。あへあへあへ絶好調でございます。ありがとうございます。狭間寛平さんでございます。お願いします。お願いします。寛平さん僕子供の時から聞いてますからね。そうなんですね。ありがとう。若いですね。若いでも師匠若いですわ。それけどほんまどれぐらいやってるやろアヘ言うて。僕が小学校1年生。小学校1年から見てますか。そうやな。ずっと言ってるな。アヘとかウヒハ以外にもう生まれへんねん。アヘウヒハ毎度毎度。あとタバコの煙吐くやつよう知ってんな。めちゃくちゃありますもんね。寛平さんはギャグがほんまにずっとやってきたわ。でも一番最初は負けそうやからね。負けそう。それはあんまり耳なじみないですね。なんやろ木村進ちゃんやんけ、まあ相方みたいなもんやけどやってて、ほんで何部かかっていっても負けるわけよ、何しても。ほんでまあ学園ものまあ芝居の時なんかでもなんか喧嘩シーンがあってボッコボコにやられるやん。むっちゃくちゃやられるねん。学生服脱いでどつかれたりして、その時にもう最後に負けそういうこういう。あ、その鼻から抜くのは変わってないですね。変わってないな。ほんでこの負けそうがめちゃめちゃ流行ったんやから。ええ、ほんまに。それいくつぐらいの時ですか？22かな。そうなんですね。ほんでこの負けそういうギャグが流行って関西だけで、その時に横山やすしさんが事件を起こして、ほんで西川きよしさん一人で番組をやってて、ほんとこの歌番組の司会もやってたんや。ほなやすし兄さんがいてへんから代わりに僕が呼んでもらったわけよ。ほんで一緒にやって、ほんでそこで負けそう言うたら、この東京から来た客の歌手の人がそれを覚えて東京に帰ってやってくれるわけやんか。そこからやで、ピンク・レディーの負けそう負けそういう歌。ほんまですか？いやじゃあようできた話。あれ何やった？ UFO やったかな。負けそう負けそう。ピンクのサウスポーツ。私ピンクのサウスポーツ。あれで僕の負けそうをちょっと悪友さんが、ほんまで嘘だよ。悪友さんがそれをパクったんや。パクった。いやだからあれ入ってるやん。すごい負けそう負けそうようできた話ですね。それほんまですか？ほんまやねんて。長いお付き合いですけどその話は一回も聞いたことない。一回も聞いたことない。いやそれはもう自分の中で封印しとったからあんまり喋れへんなんだけど、ほんまにそうやね。へえ。そうなんですね。だからそっからまただんだんいろんなギャグやって、ほんであれやんか、誰がつけたかインベーダービビビビビってやってて、それあんまり知らんの。これもまあ一応あんまり封印しとったんやけど、まあまあこれもやってたんや。これがまたヒットして、ほんでインベーダーゲームができたんやね。それだってインベーダーあって。違う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 、僕の後やねんあれ。そんな僕の後やねん。インベーダーって出てきませんよ、そんなインベーダーや。ほんまやって。ほんまみんな知らんと思うけどほんまやで。あ、そうなんすか。ほんでインベーダーゲームいうのが流行ってきたんやもんあれ。インベーダーってどういう意味なんですか？じゃあ先やったらね、寛平さんが先つけてやったら。いや僕は宇宙人の歌とかいっぱい歌ってたんや。知らんやろ宇宙人の歌。知りません。東経32度、北緯46度、高度1万メートル、風力強し、すべて順調、これより我々は日本に着陸することを目的として成層圏に突入する。ふわーん。またや。また。インベーダーや宇宙人やとか言って、誰がつけたかインベーダー、ビッビビビビってやってた。へぇー。ほんまですか？ほんまに。もうレコードも出してんねん。あ、そう、あ、ほんならもう私は宇宙人言ってちょっと失礼ですけど、寛平師匠とか清志師匠とかわけわからん歌いっぱい出してますよね。清志師匠の子供が3人いてますねんとか、レコード結構出してたんですね、あの年代の方が。出してた、マージャン屋の歌とか、マージャン屋の歌もね、マージャン屋の歌とか、あれも「ヘビ女物語」とか、いろんな出してんね、トラック野郎とか。結構そんなん出して、いや、ほんまやねんで。ああ、ええ、ほんな先なんですね、師匠の方が。その後にインベーダーゲームができたんや。それ知らないやろね、みんな。知りませんわ、初めて聞いた今。もうそうやろ、もう53年やってんねんで。53年なあ、長いなあ、すごいですね。あれも知ってる、知ってる、何ですか、なめくじくん。あ、それは知ってます。なめくじはギャグ知ってるやろ。なめなめくじ、あれの歌も知ってる。あ、歌あるんですか、あれ。なめなめ、知らんの。知りません、知りません。なめ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 くじくん、あへあへ。またあへあへ、またあへあへ入ってきた。その当時ね、歌詞見て「なんやねんこれ」とかは言わなかったんですよ。全然上なんだよ。いや、ほんまそれを川島英語さんが作曲してくれたんやの。ええ、僕が詩書いて、ちょっとカンペちゃん詩書いて、書きって僕が曲作るから。うわ、ええ話やな。こうやって作ってくれたんやもん。完全無欠のロックンローラー、高原君、完全無欠のロックンローラー、高原君も歌作ってくれたんや。何の歌ですか。アヘアヘウヒハのバラード。いや、もうアヘアヘウヒハはどこでも入ってきますね。あへあへうひゃのバラード。あへ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 うひは、あへあへうひは。これが5分間。えわ、怖っ。ずっとあへあへ言うてるだけ。怖いわ。耳たらる。すごいな、でもほんまに。すごいですよね。53年ですもんね。もう言うたらもう芸能生活長いですよ。いろんなことやってますわ。いや、いろんなこと。もう限界やね、もう。ほんまですか。ほんま限界。だって東野さんもうおじいちゃんですよ。いや、でも横から拝見してると体が締まりすぎていて。お年を感じないという。いや、本当に。だって寛平さんのちょっと走ってくるわが10キロ20キロやから。もう俺びっくりして、それ。はいはい。それで怖いんですよ。今日はちなみに今日これはまあラジオ終わり。はい。ほな次5時ぐらいやから、その間ちょっとずっと走っとこうかな。ずっと。いや、もう寛平さんのギャグで止まったら死ぬんじゃいうのありましたけど、ほんまにそれ字で言ってますよね。ほんまに何キロでも走るはるから。何キロほんま走れるの、疲れずに。ああ、そうやな、はい、まあまあ水分がなくなったらもう走られへん。いや、えぐいわ。水分なくなったらもう無理やな、ふやーんとなるけど。73やねん。73、そうそうそう。マラソン始めた年っていくつでしたっけ。35かな。35か。えぐいわ。もうお孫さんも大きくならはります。あ、大きいよ。うん。もう中学生。1m70。いや、その身長やな。年聞きたくて。年齢を。お孫さんの年齢です。年齢、身長やなし。いや、大きなったな。大きいでしょ、いうから大きいでって言ってるわけで。あんまり身長やることあんまりない。お孫さんもういくつになったんですかって言うたらいい。それやったら、あ、どれぐらいって言うから、13歳14歳言えるやん。お孫さん大きなったでしょ、言うたらば、1m70。すいません、すいません。身長さっき言う人は初めてです。そっくりなんですよね。僕はもう。そうなんや。娘がそっくりやねん。ほんで剛の不安で、あ、そうですね、昔ね、ほんでもう剛と結婚したいとか言うてずーっと通ってたんや。あ、その僕らが出てるところに。はい、で寛平さんそっくりやなって声かけたんですよ、いつも来てくれるから。ほんだらほんまに娘さんやったんです。そういうね、俺のこの顔に三つ編みやね。いや、可愛らしい子ですよ。いや、可愛らしい。ね、お孫さんもそっくりで。そっくりで。そっくりなんですか。そっくりそっくりでね。もうでももう中学生ぐらいですよね。そうそう、中学生。女の子、男の子はもう高校生やね。うわあ、もう高校生だったんや。そうやね。それ女の子は今ずっとすげえやってんねんけど、兵庫県県大会でまあ勝って近畿大会行って、すごいじゃないですか。すげえやってる。あ、でももうすごいんや、スポーツがやっぱり。まあ頑張ってほしいな思ってな、応援してんだけど、やっぱ体格が僕らに似てるから大きなられへんねん。あ、そうですね、身長はね、もう大体水泳ってやっぱり身長なかったらあかんし、ダメなんですか、やっぱり超えなあかんしね、超えると大きならなあかんや。ああ、はいはいはい。しんどい言うてたけど、まあ頑張れ言うてんねん。あ、でもお孫さんとももういまだにこういろいろ喋ったり会話したりとか。喋るよ。もうめちゃめちゃギャグもしてあげるよ俺は。うわあ、全然。だからさっきね、1本目がミルクボーイで、あ、聞いてた。はい、こまちゃんがほら子供のことね、親のこと言われたりするんちゃうか学校でとか、寛平さんもっと言われたでしょ。もっと言われる、もう子供さんは。そやで、そんなもう慎太郎が幼稚園に行ってる時からもう周り囲まれて「へや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 」言われてやで。ほんで家の近く来たら寝てんのにやな、なんか石投げてやな、なんか2回投げてくるからガチャンガチャン当たるから、なんやねんうるさいな思ってガラガラっと開けたら、僕とこの慎太郎が「あれ見てみ、あれカンペやで、あれ見てみ、あれ見てみ、カンペやで」って。もうこまちゃん聞いてるかな、いやほらもうほらちょっと「あへやりな」言うたら「あへやへやへやへ」言うてやで。いや、すごい素晴らしいお父さんですわ。そんなことやってやで。ほんでもうずっと小学校、中学校、高校と、ほんま運動会も文化祭も全部行ったもん。ええ、子供の。普通でも年頃になったら嫌がりませんでした、慎太郎君もお子さんも。年頃になって全然嫌がれへんなんだね。高校行っても文化祭の時3回舞台上がってやってあげた。素晴らしい文化祭。それまで同じネタやで。いや、もう全然しょうがないです。それ最初行った時にはもう爆笑を取るやん。慎太郎が1年生や。ほんで2年になった時に行くやん。ほな2年3年みんな知ってんの、そのネタ。笑ってんの1年生だけ。いや、すごいわ。でもすごいな、そうやってやってた。はい、もうやっぱいじめられた言うて、まあ娘の方、下の方はなんでか言ったら、めちゃめちゃマラソン大会でいつもまあ買ってくるわけやんか。ほらまあ小学校でもずっと敵なしで、ほんでこの中学校に入るやん。ほな中学校になった時にどうでも1年で、でもほとんど阪神大会行っても負けなんだよね。でもたまたまね、中学校になったんだね、やっぱなんか女性の日があるやん。あ、はいはい、そうですね。あれで体がちょっと変わって、あれで6位になったかなんかで、ほんでそっからいじめがいじめられるようになったわけやんか、いろいろ。で中学校1年の時に1組やって娘が、ほんで2組の男の子がいじめると言うから、でまあ名前も聞いてたから、ほんで僕学校行って中学食事の時に行くわけ。ここで入っていって「みんなみんなカンペやカンペや」ってみんなこう周り集まってくれや。ほんでそのいじめてるやつが来た時に、俺がそいつの耳元で「お前俺とこの娘いじめてるやろ、これや今度いじめたらお前とこの家の玄関にうんこしとったるから分かったな」って言うて。ちょっとはこうオチも作らなあかん、笑い出してこれで言うてたよ。その子がもともと大人になっていって、日本のアメフトの代表になってたんや。アメフトのその神戸さんに言われたの覚えてるんですかね。多分覚えてるやろな。いや、それは近所の子やったから。へえ、すごいな。すごいなんかあったけど、いやもうこまちゃんに聞かせてあげたら本当にね。いや絶対絶対笑ってまうやろな、それ言われたら。お前ね覚えてるやろうし。いいなあ、すごいなほんまにね。もうまだまだもう寛平さん落ち着きます。もう言うたっても GM ですから。もう言うてもう GM もう半年ぐらい経ちました。はい、もうなりました。だけどね、新喜劇も徐々に変わってきて、そして総選挙、新喜劇の人気投票の総選挙を、この8月の23日締め切りなんですけど、1人3人選べるということで、人気投票で30位以内、1位から30位までに入った人は、10月10日の新喜劇祭りに出れるっていうのを。なるほど、なるほど。寛平さんも入ってるんですか？僕も入ったんですよ。入ってやってるんですけど、中間発表もありまして、現在7位でいらっしゃいます。あら、7位。一応ありがとうございます。 GM もやりながらすごいな、7位で自らそこへ入っていく。違うね、俺はもうええねんって。俺はもう50位でももうそのええねんっていう気持ちでやっとったんやけど、なんかあかんな、これちょっと恥ずかしいなあとか、こう自分の中でなってきて、ふつやわででもちょっとみんなに入れてくれ言うて、俺も入れてくれ言うて、投票してくれ言うて、ほんで慎太郎には「お前ライブの時にみんなに言うてくれへんか？お父さんに入れたってくれ」って「ライブで言うてくれ」言うて。一応お願いして、7位にはなんとか入ってもらう。すごいですね。ちょっとお願いしたいなまたね。また戦ってますよほんまに。いやすげえわ。ちょっとガツガツしてきだしたんや。いやいや、いいじゃない。いいじゃないですか。全然すごいですよ。ほなラジオ聞きの皆さんお願いします。ちなみに1位誰なんですか？1位中間発表。中間発表は水玉の秋。ああ、秋さんいいよの。いいよの秋さんですね。2位が辻元、ああ辻元さん。3位がスッチーと、4位が内場かな。あ、内場さん。ああ、内場さんね。5位が小寺かな。そうなったと思う。ああ、そうですか。すごい。お願いします。まだまだ上位を目指す神戸さん、お願いします。お願いします。頼みます。すごい戦う73歳、もうびっくりですわほんまに。恥ずかしいけど、いやほんでまあ全国ツアーもやってるんですよ今、新喜劇。あ、そうなんですね。はい、前ねこの番組に来ておっしゃっていただいたなんか新喜劇のネタバトルみたいな、はいはい、審査員の話が待ってと暮らせと来ないんですけど、ほんまに来てくれる？いやいや、ちょっと申し訳ないな思ってんやな。いや全然いきます。ほんまに？はい。あ、ほんならお願いしますわ、ネタバトル。はい。あ、ほんなら早急に。はい。早急に。頼みます。はい。実際やってるんですよね。まだ始めてるんですよ。はい。セカンドシアターでずっとやってるんですよ。はい。NGK の地下ですね。NGK の地下でやってるんですけど、やっぱ。いやもう君らに頼むのおこがましいよ。なんでですかそんな。なんでですか。もう僕らが何にもない時から引っ張っていただいてね。そうですよ。そうですよ。ね、城崎温泉の金パロという温泉のね露天風呂でもうビール50本ぐらい開けたじゃないですか。3人でね。ね。おもろいわおもろいわ言うてくれて。そう。ずっとね寛平さんだけ言うてくれたほんまに。ありがとうございます。サウナに入ってな。サウナ入りましたよ。もう死にかけたな。めちゃくちゃでしたけどもあの時は。死にかけた。本当にもう。それでサウナから出てきて、それで風呂に飛び込めって飛び込んで俺。胸打ってな。打ってね思いっきり。そんなことありましたよ。だってもうそのあたりからそうですよね。もうずっとお世話になってみんな仕事がないってたしな。なかったんです。そうです。はい。だからもうすぐ飛んでいきます僕たち。はい。お願いします。ね50周年の時もお世話になってで今回もお願いしようたら新潟とそれと北海道。よろしくお願いします。続きカンペさんですね。はい、お願いします。カンペさんの1万メートル。私は宇宙人。すべて順調。これより我々は日本に。着陸することを目的としてセヒソン圏に突入する。よなよな声割ったいやいやいや聞けました。嬉しい。ああどうやろう。これインベーダーゲーム出る前の歌や。そう一生すんません。開け開けよう似てるやろ。メロディーほとんど一緒。メロディーが作ってる人がみんな一緒やろ。なるほどね。それとかドラゴンズもうドラゴンズ中国ドラゴンズのいやいいな。いい時代の。いい時代ですね。すっごいな。この時はまだ借金とかそういうのじゃなかった。まだまだ。まだまだ。そのもうこの後ですね。いろいろ紆余曲折ある人生というのは寛平さんの。そうやね。水金地下の不動。まだこの時楽しい時は。ああまだ若いですもんね。ほんで22ぐらいで。うん。緑を枯らさないように。宇宙人に言われてね。何の歌なんですかこれは。いやいいですね。面白い歌ですね。こうやって改めて聞くと。いやいや、まあ、ありがとうございます。メールの方も来てますんで、ちょっと紹介させてもらっていいですか。ありがとうございます。カンペさん、さっきの CM 前も帰ろうとしてたんですよ。聞いてんの25分までやるから。一応リスナーの皆さんがね、いろいろ聞きたいことがあるんで、この方みなしのマイケル。73とは思えないパワーを感じますが。これパワーの秘訣は何ですか。ああ、やっぱり朝昼晩とちゃんと食べることかな。いや食べるし走るし、で運動するし、で片足で歯磨くし。片足で歯磨いてるんですか。もうほんまチューブ取る時からもう片足で全部チューブ取って歯磨いて、でゆすぐ時はまたこう変えて。だから多分体幹を鍛えてるんですか。人間ってやっぱりなんか電車の移動の時でもやっぱりちょっとこう体をこう楽な方にギュッとこうしたりするやん。どうしてもねこれ2時間とか乗ってたら体もやっぱり歪んできよるやん。だからやっぱそこはちゃんとせなあかん思って。それでほんまは木登りやってたんやけど、木にぶら下がって木登りやってたんやけど今木から落ちて。折れて、木が怖って怖って、木の上で生活するよね。そう、すごい木の上で生活しようでな。引退をやっぱり考えたりもするやん。やっぱ我々の年齢になったら、やっぱ漫才やってたらやっぱ漫才してやっぱちゃんとやっていって、2人で頑張っていけるやん、はい、いつまでもできるけど、新喜劇の場合はやっぱりしんどいから、やっぱりそういうの、だから、ああ、そろそろかなと思ったりもするわけやんか。はい動かないからもう芝居やから、走り回らんと、無理かなと思ったりもするやん。だからその時にああもうちょうどおもろい引退っていうのは何かな思ったら、木の上でとりあえず登って1ヶ月木の上で生活をして1回も折れずに木の上でずっといいとこ持ってほんでトイレとかは、まあ、嫁に、はい、たまに来てもらって、はい、で紐つけてちょっとざるみたいなのに入れてもらっておしめをで上こう引っ張り上げてで替えだけそこで一人で替えてまたそこに乗せて下ろして、はい、食べ物は下からこうボーンと投げてもらって嫁に「バナナちゃんなんじゃん」で、まあ、またこう引き上げれるやんそしてとりあえずそこで1ヶ月。ハーネスつけてずっと寝るときは落ちたらあかんからで1ヶ月やっともういけたってなって下降りて引退しよう思ってだからそれをねソフトバンクの会長の王さんに話したんですよほんなら引退の時には僕が行って最後に「降りといで」って言ってあげるからなんじゃそれはめっちゃ面白いですよほんでもう終わろう思ってたんやそれがもう僕の引退や思ってうわ王会長に「降りといで」って言ってあげるから官邸さんアースマラソンもそうやけどほんまにやるもんねそうやねあれもそうでしょアースマラソンかってそうそうと思いついたらもうやってもったんやけどですよねそうなんですよ地球ぐるっとまた反対側から帰ってきたおもろいやろうっていう発想でほんまにやりましょう当然ねこれだけはねもう約束そう思ってるけどいくつ今ですか5251ということは20年空いてるわけやんかこの差が絶対に俺が先死ぬやんまあ年齢的に考えたらその時に僕嫁に言うてんねん葬式の時の写真あるやんあれ家なあれちゃんとしたやつをまあしてくれるのもええけどその横に悪いんやけど同じやつで三角の目描いて花毛したやつはあのじいさんのやつをどうしても置いといてくれといつもやるメイクのあれを絶対に飾っといてくれ2枚あるってことですか2枚どっち向いて喋ったらええねやろだから嫁に言うてんねんだから亡くなった時にはほんまにそれ見て思い出してくれ今日のことをあこんなん言うてたほんまやわ言うて鉄人ですからもう多分寛平師匠120歳ぐらいまでいくと思うんですけどそんなことないでホントそうな気するよなほんまにだからそれ見てもう亡くなって時にはそれ飾るから杖どうしましょうか杖はあれ置いときますそれでも棺桶なんか入れますか入れてくれ入れてくれもうでもまだまだ寝込むような感じいや全くないいや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 やっぱり年齢やっぱ年には語れへんのがよう分かったお前っすかあんま分かったよついこの間ももうセットバンバン杖で叩いてた真横で見てたからいやすごいですね本当にでもまあちょっとでもね健康で頑張っていこうと思ってますのではいね神戸さんなんか告知はいあ告知ですかはい告知ね新喜劇系のそうなんですよ今度告知言うても地方を回ったりとかいっぱいするんですけどまあ10月10日に新喜劇祭りをやるから東京でもあるんですよね10月9日ですかそうなんですよ東京で新喜劇有楽町読売ホールでそこで9日やったかなはい10月9日日曜日ですそしてずっと全国にも回ってるんですけどこの間博多座おお、すごいですね。あそこもう満席でチケット取られへんって。うわ、すごい素晴らしい。水曜日にやったんですけど。はい、なるほど。まあ東京で10月。そうなんですよ。で、まあその時にまあ新潟とか、北海道はお願いします。あ、お願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。本日のゲスト、間寛平さんでございました。ありがとうございました。ありがとうございます。